昭和17年1月、日本は油田確保のために、オランダ領インドネシアの攻略を決定。堀内大佐の部隊は、日本初の落下傘部隊として、セレベス島メナドへの、奇襲降下作戦を成功させました。その後も各方面の激戦の末、ランクンが全面降伏し、長く続いた植民支配が終わります。堀内は現地司令官として軍政を行いました。オランダ統治時代の現地人は、奴隷のように扱われていましたが、堀内は現地住民を大切にし、差別をせず、自由と自治を与えることを重視します。堀内は罰を厳しくするよりも、罪を犯させない配慮が何より大切という信念を持っていました。そして、ランクンに従軍していたインドネシア兵を解放します。彼らを故郷に返し、現地で貴重な塩を与え、オランダが課していた免税を廃止します。また、救急箱を家ごとに配布するなど、様々な改革を実施しました。堀内の軍政期間はわずか3ヶ月でしたが、住民は彼の人柄と前線に感激し、堀内の移動の際には多くの住民が駆けつけ、別れを惜しみました。戦後、堀内は B 級戦犯として極刑となります。時は経ち、平成7年のインドネシア独立50周年の際、メナドでは堀内の慰霊碑が建立されました。